まずですね、今回大阪でキッチンカーということで荷物をね、家から詰めていかないといけないんですよ。この大量のライスペーパーたち、これを一つ一つ詰めて、で、運ぶの大変なんでね、荷物を、集荷サービスというのがあって、家まで宅配便が来てくれるんですよ。はい、で家に来てもらって、それをトラックに積み込むというのを今からやろうと思います。はい、大阪に着きました。本当はね、観光したい気持ち山々なんですけど、まずは業務用のパッケージが売ってるところがあって、そこでお皿やパックなど、これを買います。紙の皿とパックの皿があるんですけど、パックの方が安いんですね。これ意外ですよね。基本的にね、現地で買えるものは現地調達していきます。送料がね、やっぱりバカにならないので、現地で買った方がお得だと思います。業務スーパーにも買い物に行きます。買うものがたくさんありすぎてメモを持ってきました。業務スーパーのこの安さと量の多さにびっくりしてますが、ついつい買いすぎてしまいました。これ完全に一人で持てる量じゃありませんよね。これどうやって持つ気なんだろう。バナナとか玉ねぎとかレタスがこっちのスーパーの方が安かったので、野菜はこちらで買おうと思います。これは気合で持ちましたが、途中で断念してタクシーを呼びました。少し移動をして、セントラルキッチンで明日の準備と仕込みをします。ちょびっとカップルのくるみさんも仕込みを頑張っているようです。今日は仕込み何やるんですか？今日はもう野菜を切ったり、玉ねぎを切って、あとナムルをタッパに移し替えてみたいな、はい、自家製ナムル？いや、業務用で。なるほど、業務用でお邪魔しました。また来ます。わ、かわいい。これ何枚書くんですか？何枚書きましょうね100枚、はい、うわ大変だ。ファイトです。アサイボールは何個ですか？アサイボールは330食仕込んでます。1日目で、一応。ああ、でも冷凍だから。そう、はいはいはい。これペンは食べれる？ペン食べれるっていうか、これは着色料のフードペンです。すごい、楽しみ。おはようございます。今から天守場の方に向かっていこうと思うんですけど、荷物がすごいです。はい、天守場に着きました。キッチンカーの場所はもう少し奥に入ったところで、この天王寺動物園の目の前、めちゃくちゃいいところでやらせていただいたんですね。8時仕込みをします。オープンは11時からなんですけど、その前に野菜を炒めたり肉を炒めたりします。ライスペーパーの巻き方は意外とコツがいるので、今日のバイトの子に包み方を教えてあげています。さあ11時オープンです。今日のおすすめは野菜、お肉たっぷりのビビンバライスペーパーです。はい、今からね、2日目のキッチンカーの仕込みをします。で、材料足りなくなってしまった分、これを今からちょっとね、雨の中買いに行こうと思います。はい、キッチンカー1日目は残念ながら雨が降ってしまいましたが、明日に向けて切り替えて準備をしていきたいと思います。はい、お疲れ様です。キッチンカー1日目が無事終了いたしました。で、夜ご飯にですね、この余った生春巻き、こちら食べたいと思います。今日の夜ご飯ですね。これはビビンバライスペーパーで、このフィルムをね、剥がしながら食べていただくと。うん、うまい。で、こちらが生姜焼き、生姜焼きライスペーパー。
カーデイ2ということで、今日もね頑張ろうと思うんですけど、なんか昼からすごい雨らしくて、もう大雨なんでね、今は雨降ってないんですけど、編集場にやってきました。今日も一日頑張っていきたいと思います。まず、朝ですね、出勤したらキッチンカーの場所にね行きます。でも安定にね、このガラガラ聞いております。本当に最悪です。これせっかく作ったやつべちゃべちゃです。雨がすごすぎてですね、しまおうにもしまえない状態です。ちょっとどうしたらいいんだろう、これひどすぎる。ちょっとね一旦避難。はい、ぜひぜひぜひ、お母さんもみんなで。イエーイ、よかったです。何食べてくれたの？何食べたの？せんべい。ライスのせんべいとライスペーパーと3種類です。おすすめです。ありがとう、いっぱいね、雨なのに。雨がすごかったんですけど、今ちょうど止みました。なので隣のアサイーボールのお店に来ました。シュガリーさんですね。はい、じゃあチョビットカップルのお二人。はいどうぞ。ありがとうございます。買ってくれるんだ、嬉しい。はい、頑張って仕込んだ回あった。結構重いですね、重量が。他のアサイのお店よりも量が多いです。マジですか、はい、でわで隠し味にリンゴをね結構粗めに入れてるんで、はいはいはい、食感も楽しめます。この中に中に入れてるんですよ。ぜひ召し上がってください。ありがとうございます。ありがとうございます。え、でも何気に初かもしれない。これ今そう、え、嘘。あ、いいですか、蜂蜜。はい、これね、時間かかっても薄くこういっぱいかけちゃうというね。お、サービスですか。そうですよ。わー、やった。そうすると、取ってる時間が長くなるんでしょう。あ、そういうことか。そうそうそう、絶対量はだいたいこれぐらいかなみたいな。本当にかけすぎじゃないですか。大丈夫だ。ちょっと尺が長かったな。キッチンカー2日目が終わりました。今日はね本当にすごいザーザー降りの雨で、今からねちょっと買い出しに行こうかと思います。明日のね準備ですよね。明日の仕込みのお肉とか必要な、まあ、お皿とかそういったものを買っていこうと思います。 あと野菜ね、野菜も必要だな。寝る準備が整いました。で、足が痛すぎて、これ知ってますか？リフレッシュシートっていうのをちょっと足にね貼ってみました。こんな感じですね。これ貼るだけで全然足の疲労が違うんで、マジでこれ立ち仕事の人とかマジでおすすめ。おはようございます。ただいま6時ちょうどです。非常にね疲れが来ていますが、今日3日目、日曜日なんで、結構人が来ると思うので気合い入れていこうと思います。
はい、7時45分仕込みです。今日はね、晴れる予定なので昨日よりかは早めにここの現場に来ました。まずはフライパンやらタッパーやらをセットして、ナムル用のね、ほうれん草を炒めていきます。量が多いのでまあ大変でした。玉ねぎももちろん大量です。肉を炒めていたら、まだオープンしてないんですけど、ファンの方が会いに来てくれました。とっても美味しかったです。オレンジジュースで疲労回復させていただきました。この日はね、思った以上に忙しくて動画を撮る暇がなくてすみません。この日はありがたいことにイベントの関係者の方が車で送って買い出し場所まで、サポートしてくれました。キッチンカー3日目終了しました。ということで今日ね、昼ご飯食べる時間なくて、今からこの自分で作った生春巻きを食べたいと思います。しかもね、今日最後残ったやつをもりもり入れちゃいました。見て、このひき肉めっちゃ入れてる感じ、わかるかな。ではこれをいただきます。うまっ、めちゃくちゃうまい。クリームなしのチョコヌテラクレープです。クリームがもうなくなっちゃったんで、最後の最後バナナだけで作りました。これもね、ちょっともったいないんでね、自分の晩ご飯にしたいと思います。いただきます。うん、うん、ふん、これだけでも本当に幸せです。あとね、差し入れでもらったヨーグルトも食べたいと思います。まあ疲れたよね。疲れを感じる暇もないくらい結構忙しかったんで、まあね、今ちょっとようやく終わったんだ。でも明日のね、準備もいろいろあるんで、そんなこと言ってられないですよね。おはようございます。ただいま5時です。眠さと筋肉痛です。すごいです。ひどいです。はい、でもラスト1日なんで頑張りたいと思います。おはようございます。本日の意気込みをラスクパネキさん、どうぞ。今日は最終日ということで、はい、もう本当に美味しく包もうと思います。いつもやね、大事なところをちょっと噛んじゃいましたね。美味しく包んでくれるそうです。はい、それでは本日最終日、キッチンカーの様子です。最終日は天気にも恵まれて、ありがたいことに大盛況。列はオープンから最後まで途絶えることはありませんでした。クレープはこんな感じで作っております。たっぷりのバナナとヌテラチョコと生クリームで巻いていきます。これグルテンフリーだし、普通のクレープ生地より薄くてもちもちしてるので、くどくなくてとっても好評でした。続きまして、ライスペーパーネキが作ってるのはビビンバライスペーパー。これもまあ具沢山で美味しいんですよ。まず手前側にはレタスとキャベツで、キムチとナムル、あとほうれん草ナムル、そして甘辛いひき肉を入れております。味付けはしっかり、追いタレもしております。今はワンオペでやっておりますが、だいぶ巻くのも慣れて作業も早くなってきてます。
本当にこれ1本食べるだけでいろいろな野菜が取れてめちゃくちゃヘルシーでいいですよね。今作ってるのは3種の味が楽しめる欲張りミックスです。お待たせいたしました、ライスペーパーミックスです。ありがとうございます。種類がいっぱいあって選べない方にはおすすめです。完売です。250個完売です。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、無事4日間終了しました。お疲れ様です。というのもつかの間、後片付けをしなきゃいけないんですね。ここからポップをすべて剥がし、材料も全部しまって、容器も片付けていきます。あともう一踏ん張りですね。差し入れでもらいました。めちゃくちゃ可愛い。20時ようやく片付けが終わり、ホテルに着きました。荷物がたくさんです。はい、今ホテルに大量の荷物をぶっ込みました。とりあえずお疲れ様です。今日はね、まあ忙しくて材料も最後の最後でもうなくなっちゃって、そう、買い出しに行ってもらったりとかいろいろしたんやけど、無事ね、すべて売り切ることができました。で、これは、まあ、私の夜ご飯ということで、最後に食べたいと思います。22時、本当に最後の最後の仕事ということで、荷物をすべてこのホテルから名古屋に届けたいと思います。この4日間本当にたくさんの人の助けでやりきることができました。本当にありがとうございました。そして、大阪へわざわざ来てくれた方、近いから来てくれるよというふうにフッカルで飛んできてくれた方、お友達、本当にありがとうございました。すごく大阪のキッチンカー楽しかったです。これにて私の大阪の旅が終了しました。これからもいろいろなところでライスペーパーネキのライスペーパー料理を食べてもらえるよう、ライスペーパーを知ってもらえるよう頑張りたいと思います。